地図の大会に全国各地よりここオクトピア桜ホールにお越しくださいまして誠にありがとうございます。それではただいまより公益財団法人日本銀継支部振興会主催日本財団助成事業高松の宮妃がん研究基金法産第52回全国銀継支部道大会を開会いたします。ただいまより公益財団法人日本銀継支部振興会主催日本財団助成事業高松宮妃がん研究基金法産第52回全国銀継支部道大会の式典を行います。大会開催以来3年ぶりに北斗ビア、桜ホールにおきまして全国、8、協議会の皆様方の、参加をいただき、このように、発表の場を設けることができます、ことは、誠に感慨深いものがございます。そして、本日ご多忙のところご臨席賜りました、高松の宮妃、がん研究基金理事長、関谷高夫様、代理、参与、佐藤進様、そして、後ほど合銀コンクール表彰式にご登壇いただきます日本財団理事長、尾形、武樹様に対し衷心より御礼を申し上げる次第でございます。また本大会の開催にあたり、今日までご準備いただきました、関係各位に対し、心より感謝申し上げます。令和4年5月5日、公益財団法人日本銀継支部振興会会長沼崎栄。この言葉をお願いします。会場の皆様、大きな拍手をお送りください。大賞表彰制度に基づき、民営の芸術面で卓越するとともに財団運営の面で功績が多大であるとして銀継支部芸術賞に推薦されましたのでこの栄誉を称え表彰します。令和4年5月5日公益財団法人日本銀継支部振興会会長沼崎栄。おめでとうございます。銀継支部功労賞に推薦されましたのでこの栄誉を称え表彰します。令和4年5月5日公益財団法人日本銀継支部振興会会長沼崎栄。おめでとうございました。
人権支部厚労省に推薦されましたので、この栄誉をたたえ表彰します。令和4年5月5日公益財団法人日本人権支部振興会会長沼崎栄、おめでとうございます。人権支部厚労省に推薦されましたので、この栄誉をたたえ表彰します。令和4年5月5日公益財団法人日本人権支部振興会会長沼崎栄、おめでとうございます。人権支部厚労省に推薦されましたので、この栄誉をたたえ表彰します。令和4年5月5日公益財団法人日本人権支部振興会会長沼崎栄、おめでとうございました。大変おめでとうございます。改めまして人権支部会長を受賞された皆様に盛大な拍手をお送りいただきたいと存じます。表彰銀賞として表彰します。令和3年11月28日公益財団法人日本人権支部振興会会長沼崎栄、ここに正倉銀賜として表彰します。令和3年11月28日公益財団法人日本人権支部振興会会長沼崎栄、ここに正倉銀賜として表彰します。令和3年11月28日公益財団法人日本人権支部振興会会長沼崎栄、ここに正倉銀賜として表彰します。令和3年11月28日公益財団法人日本人権支部振興会会長沼崎栄、67番創刊を渡る学生流日本議員より総本部女子、白書平氏
ジ。気迫船に乗って
花起床。
会長杯と銀メダルが贈られます。銀メダルは徳田組副会長から贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。団体代表してお一人ご登壇、参りを進めてください。67番学生ユニ日本議員総本部女子チームでございます。おめでとうございます。第2位16番東京都人権出動総連盟男子チーム。第3位66番日本民生流梅チーム女子チーム。おめでとうございます。ありがとうございました。この方日本大学の贈呈でございました。尾形理事長ありがとうございました。夢に燃えて
優勝された団体の方におめでとうございます。優勝の質問を外された方にはもう一層のご努力をいただいて、まあ、全国大会は来年ではなくて再来年なんですけども、それにまして出場していただければというふうに思っております。本日はもうその後もいろいろなご予習がございました。今後の発表なり、地区の発表なり、それから最後に、構成員も全て、無事に済ませました。私も久しぶりに出させていただいて、開演で頑張っておりましたが、本当に今日の大会、本当に、素晴らしい大会になったのではないかなと自画さん語りしております。本当にその大会を維持していただきました諸先生方、出演者の方、それから大会役員の方、それからスタッフの方、皆様に御礼を申し上げまして、今年の大会第52回全国銀剣振動大会を終了いたします。ありがとうございました。